さて時は遡ることは太古の時代、聞きによれば第九代開化天皇和歌山道猫彦大比比の御事とも称された結氏八代のお一人、父光源天皇の第二王子阿波移し込めの御事、先帝の父光源天皇の没後即位した都春日の居酒屋の宮に移し、いかがし米の御事を皇后に立てた地底となる崇神天皇の父にあたる、開化天皇60年4月の9日ご崩御なされました。重ねては6世紀の頃、聞きによれば第31代陽明天皇立花の豊比のスメラ御事とも称された父欽明天皇の第四王子阿波蘇我の親しい目、先帝美達天皇の没後池辺の波付きの宮にて即位、花褒めの橋人の姫御子を皇后に立てた聖徳太子の父にあたり、水戸天皇の同母系にあたる、仏法を信じ神道を尊んだ、病にかかった折三宝に帰依したいと軍神に話したことが、大海蘇我の孫と大村寺物の部の森屋との間で数物廃物論争の対立を助長した。587年陽明天皇2年4月の9日ご崩御なされました。重ねては平安時代は後期の発想宗の僧金藩大僧正は藤原の諸真の実子、通称は内山僧正はじめ光覚と称し、大僧図から法印を得て長官2年興福寺別当に就任、上安2年大僧正に昇進、大乗院に従し、後内山別所にて退院、歌人としても知られていた。1174年上安4年4月の9日享年74歳にてご宣言なされました。重ねては戦国から安土桃山時代の武将池田常興殿は、別名は信照、通称は正三郎正乳と号した。池田常年の嫡男で母養徳院は織田信長の乳母と、信長とは父兄弟の関係にあり、幼少より信長に従って桶狭間の戦いなどで功を立てた。信長が明智光秀に本能寺で討たれてからは豊臣秀吉に従った。領国として摂津大阪尼崎兵庫12万石を与えられ、次に美濃大垣に国替えし、秀吉からは宿老として重んじられた。天正12年1584年小牧長久手の戦いに出陣したが、徳川家康軍に敗れ徳氏元助と共に討ち死にした。1584年天正12年4月の9日享年49歳にてご入滅なされました。重ねては食法時代の武将森長吉殿は、美濃の国金山城主森吉成の次男蘭丸の兄にあたる、武蔵の神と称し勇猛で鬼武蔵の異名があった。織田信長に仕え武田勝頼攻めの功で信濃の国海津城主となったが、本能寺の変により退去。小牧長久手の戦いでは幕府の池田常興と共に豊臣秀吉方に従い出陣したが、徳川家康軍に敗れ討ち死にした。1584年天正12年4月の9日享年27歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は後期の儒学者笠井院世殿は、大阪の出身、
名は七、朝名は九門、通称は建造。江戸で平沢極山に学ぶ、ついで林家の門に入り、昭栄校に学んだ。後近江是々、石見浜田の両藩に招かれた。詩文に優れ、その著作は柳川西岸に影響を与えた。著作に通俗、投資会などを表した。1823年文政6年4月の9日、去年60歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は後期の国学者河野森弘殿は、下野の国は大道泉村の出身、河野建造の祖父にあたる。本姓は石崎、通称は伊右衛門、戦国と号した。江戸で浅草一人に教科や国学、儒学を学ぶ。兵庫20年間にわたって各地を調査し、開永元年1848年、下野国史を完成させる。尊攘運動にも参加した。1863年文久3年4月の9日、去年71歳にてご入滅なされました。重ねては江戸後期から明治時代の庭師、松本鈍傑殿は、朝名は施設、通称は言語、別号に茶道で宗益、文人画で蘭国または蘭学、辻宗藩に学び、関東から近畿地方にかけて527の庭園を作ったという。出身地の市が長浜の一帯では鈍傑の庭と呼ばれている。1889年明治22年4月の9日、去年80歳にてご入滅なされました。重ねでは幕末から明治時代の神職、藤井重元殿は、鶴ヶの国藤浅間神社大宮寺、通称は又八郎、戊辰戦争で森元春らと鶴ヶ赤新隊を組織し、皇政大総統に従って江戸に入る。上野戦争、函館戦争に従軍、新後は陸軍監獄長などを務めた。1897年明治30年4月の9日、72歳にてご帰依なされました。重ねては明治期の自由民権運動家、政治家の小林九相殿は、以前の国岡山の出身、観光兵学館、英仏普通学館に学んで上洛、自由民権思想に共鳴、県民を代表して国会開設憲白書を太政官に提出した。13年国会規制同盟に入り、14年自由党結成に加盟、11年新仏戦争が起こると後藤象二郎らと分かり、朝鮮から清国追い出しを画策したが失敗、18年大阪事件に連座し、大井健太郎らと捕らえられ禁錮9年に処された。22年憲法発布の恩赦で出国、23年国会開設とともに衆院議員となり、当選3回を数えた。自由党、立憲、革新党などに所属した。1920年大正9年4月の9日、去年65歳にてご入滅なされました。最後に、本日の御期日をお迎えになられました、歴史の陰に隠された名もなきすべての先事尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり、魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。